待って待って。え、二人あんだよね。あ、そうなんですか。お父さんの泊まってるお部屋だね。だってほらいるもん、あの子がいるもん。ちょっと連絡しますすいません連絡します。ちょっとどこ行ってたんですか。よく来たね。何十。ただいまお帰り。あ、ただいまお帰り。お仕事お疲れ様でした。お土産だよ。にゃにゃに。あ、ちょっとチョコ。はい。かわいい。猫さん。鍵までね預かって突撃したのにいないっていうやつだったんですよ。ごめんね。ちょっとあの明日だよね撮影。そうそうだよ。なんでちょっと、うん、あ暇になったなと思ってお出かけしてました。ちょっと私たちとも1日くらい観光できますかね。できますかね。今から行く。あ、行きたーし。今から行こう。行きたーし。レッツゴー。レッツゴー。合流成功。やったー。オンザレオンが私オンが習ってない。これをキャンセルするまで。よくインスタとかで載ってるラベニュー。ちょっと割と最初の方に男の子にこう。あ、モノプリの中。モノプリだ。なんか、ね、店員さんがお皿を割っちゃってガチャーンってなって、そしたらジャーンってもう目の前に男の子がいて、みたいな感じでいて。柴崎コウさんですかって。そう。それで、あ、はい。あ、はあ、っていなくなったの。一瞬でいなくなっちゃったの。なんか、いや、次元を迷い込んだみたいな。なんか変な空間だ。なんか全然気分が違う撮影が毎日あった日と。そうだよね。でもすごいマニアックな場所ばっかりだったから、うん、全然なんか観光気分にもなれず。パリに来ました。綺麗だな。風が強いです。わー綺麗。観光っぽいことしてる。あまりしない自撮りしよう。いいね。ここでなら。
風よ風よ急に赤になりますよね。で時間差はあるけど、でもドキドキしちゃいますよね。